はい、じゃあ始めたいと思います。4月の16日木曜日、中野 TRF、やっとからスコール大会始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで今日は初球が4、中級が1、上級が2となってます。じゃあ初級のトーナメントやってから中級で対戦してもらって、上級で対戦してもらって勝ち上がった2人が戦うという感じでね、やりたいと思います。じゃあ、上から120円玉さんと千秋さん、さあじゃあ 1P 側が、120円玉さんの小太郎、 2P 側が千秋さんのひなと。あ、台車通りますので気をつけてください。カウント、ダブルシャーカーをしている。ブロッテ西は当たらず、さあリープから壊しはつながるんですね。シモとヒナは持続がない代わりに、当たったとき立ってもしゃがんでも確実に壊しに伝えることができます。さあここは要練習。さあ久保、さあ突進に阻まれているが飛びが通って、でしかし飛びからの追撃が足らない。すかし上げ突進、さあブロッキングがちょっと押したが遅かった。着地上げ立ち、突進に当たってしまう。突進、さあ突進、これにリスク与えないと一生突進されてしまう。さあ相手を食いたところにタッチシーがぶっ刺される。一本取るのは千秋さんのヒナ。さあ2ヤード目くない突進、しかし当たらない。これのコミュニティ、え、こっち、え、こっちですよね。音が入った。音が来た。聞こえたようで聞こえなくなったけど、周りは聞こえている。聞こえた。やっと映った。やっと映った。嘘だろ。とりあえず更新してみてくれ。よろしくな。よろしくな。急に配信止まった。秩序のためなら無理も通す。いや、あんたはここで消えるんだ。はい、中直してる間に千秋さんの勝ち。次、メルブラとデスクルームゾーン3をいつまでも待っています。クロウとおでんさんのシモ、はい、遊んでいただきありがとうございます。じゃあ、イップシャンお願いします。まだまだ続きます。ゲームオーバー。メルブラとデスクルームゾーンをいつまでも待っています。じゃあ、お疲れ様です。クロウ対おでんさんのシモ、初球だね、初球取れたね。シモクロウ、まあ、初球対だとクロウが簡単なキャラなんで、おそらくクロウ側はタッチ振ってるだけでシモはかなり苦労すると思います。でシモ側はまあどうするのかな。最初は 8D とジャンビー進行演算で触ってくのがいいんじゃないですかね。ファイト、下げろ、波動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 、
近寄れないか。おっと、もろて。あ、しかし、反撃できない。じゃねえ。じゃねえか。なるで。いいか。さて。集団見えてるんでしょうか。波動。このまま。波動遠い。波動。タッチ、あいじ。ダメージ的にはタッチがダメージが来ています。だけで。波動ダメージはコパンと同じぐらいしかダメージないです。波動。波動。さあ、ふわっといい。波動。さあ、つなぎ。投げて。ビビビビ当てなげ。1歩目取ってく。メルバラトクデスリーガン3を待って、いつまでも待っていますあの黒長い。ダメッチ先輩じゃん。波動踏んでいる。パチ投げる。波動ガフ当たって、ガフは使うとき地味にダメージが高い。ピーバー当たって、こっからそのまま意味でいい。波動入れ替わって、波動で力を出せない。いや波動攻めていく。あと30秒、あいち6人やめます。どうなるか遠い。波動いいね、落として。さあ波動、あ、外れ、投げは早かった。進行じゃん。下側はもっと飛んで進行になるとジャンビーで叩くのが強いです。もっと飛びましょう。投げて、どうやるか。最後はリブ。勝ったのはメルブラッドです。クリームゾン3をいつまで待ってました。スンディーありがとうございました。出る杭は打たれる。格言やんのかな。素晴らしい格言だね。初級三決ありますか。はい、遊んでいただきありがとうございます。じゃあ初級三決、戦いは120円玉さんとお姉さん。120円玉さんとお姉さん、はい、下小太郎です。シモコ太郎はまあどっちも難しいキャラなんで、初級隊では下川がジャンビーで乗っかってるだけでかなりコタロー辛いではないかと思います。まずコタロー側はジャンビーで乗っかっていきましょう。おっとボルキよ。辛い。チアシチアシサービー。序盤の展開は若干 TP が落ちるか。そしてコタロがサラビを適当に打つだけで初球はかなり辛いんで、かなり打つだけで苦労すると思います。タッチ辛い。イエス。タッチジャンビー取って、ジャンシー辛いく。入れ替わってジャンシーサラビーちょっと遠かったか。シンコエンザジャビーこの動きはかなり辛いが、つなげられてしまう。辛い。最後、強タイク。1本目取ってくる、120打算のコタロー。強タイク。辛い。イエス。シンコエンザイエス。辛い。クライグ2-2-2-B クライ取った。1さらにクライクライ近寄れないか。じゃあ C クライ、あ、突進投げてクライクライクライ近寄れない。あのクライはブロって少しずつ近寄りたいんですが、やはり初級だと難しいか。じゃあ C おっと、クライ落として、クライジャンビー落としている。ジャンビー、さらに、さらに続き飛行艇振り出てしまう。クライグッ、ジャンビー、2B、2B、さあ、サイズ当たっている。ジャンビー、2B、どうなるか、2B、2B、
あ、ピストンコーサー削っていく。お姉さんが取り返していく。ラウンド取り返す。粘り強い。ラウンドファイナル。ゲージョクも早くゴム。サラミ。サラミ。クレイ。初球ではかなり強いこのムーブ。これどう対処していくか。まあ、対策としてはサラミブロってマイジャンプからコンボ入れなきゃいけないんですけど、まあ、初球では難しいですね。さあ、レシー。レシー、サラミ。それが垂直でサラビを待つのがいいです。垂直とサラビが噛み合えばジャンプ攻撃からコンボが入るんで、初級台では割とおすすめの対策ですね。なので、リビリビジャシー、これエッチジャミクレグ投げて、もう虫焼きジュリボン。最後に勝ったのは120円玉さんのコタロー。最後は120円玉さんのコタローに決まりました。おめでとうございます。歌い踊るはハッピーエンド。一つ一秋さんのひな対メルブラとデッドリームのスリーを待つ。これからですよ。待っていましたのプロ。今のはうまく言えた。遊んでいただきありがとうございました。永遠の初期戦いはまだまだ続きます。まあまあ、まあみなプロ、アイスエイジでいきます、初級隊ではおそらくフロー有利ですが、千秋さんかなり強いんで、これは千秋さん有利じゃないかなと思います。ファイト。さあ、いよいよ始まりました。おっと、ジャニー投げ返して、プロプロ、ボケさん飛んでいる、よけている、タッチタッチ、プロ投げてタッチ、イビイビ、おっと波動を踏んで、ボケさん、おっとガールシェジャニップロット、投げが飛んでいる、投げ足、ジャンディ、なんとか飛び落としたいが、プロ関係の対空は他のゲームにないんで、やはり難しいが、リーブ、おっと、中段は食らって、ジャンディ、ジャンディ、クレグ、ブロッテ、リビリビ、クレグ。トミが乗って、しかしここまでいけない、タッチ、あーっとガフ当たっている、トミー逃げて一本目取っていく、まあ超ボッサゲージ状況はちょっと開かっているか、あのいいで落として、序盤の展開はほぼゴム、あの近寄りそうじゃない、いえ、おっと、トミが下がって、これは美味しい、しかし 2D だともう反撃は難しい、おっと攻撃当たっては西が間に合わない、ゆずは2D EX 続き当たって、しかしコンボ間違いしちゃう、これは空中ヒットなんでつながらない、グリッタヤシ、おっとシーザン8、どうだか投げて、どうなった、おっと当たって千秋さんが取り返していく、かなりいい勝負、ハロユキダンリミッツキダン、ジャンディペースクダウン当たっている、ピエッおっと強しからペッタペッタやり始まって5勝台、チームダウンリーブ当たって下がって様子見、次がポータラ、おっとボーナスダウン、あーくじかれただけ、しかしガークラなんであまり減らない、クダイグッ、おっと昇竜噛み合った、投げて投げて
次はハロー、クズガラス、ここから全員して、いえ、あっと、あそこにユズロハ行ったら終わっていたが、ハロー、このままタイムアップにしたい、やっと潜った、しかしついに行けない、タイムリープ、そして勝ったのはメルブラとデスクリムゾン3を一番待ってます、このクローナーです。おめでとうございます。しがみついたです、手を離せば思うほど大した。じゃあ一言お願いします。さあ、デスクリムゾン3、その家庭用で出ても絶対に買わないだろうとは思うけれど、すごい気になるんです。ありがとうございました。遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。昔あったゲームオーバー。はい、というわけで、中級のトーナメントというか、はい、これ今日2人なんで2先にしましょうか。初級中級のとこは、はい、じゃあ2回やって勝った方が、じゃあお願いします。ハンデはありますか。はい、ハンデありの2先。天宮さん、まあ、暴れ出さん選択したのは、ジュズマン、スーピー側選択したのは、クロー、そうっす、まあでも、キュータロさん来ないんで、この企業は、そうっす。はい、では始まり、まずはスロージュズ対クロー、さあ、選択したのは、スーピー、リベン、投げ出し、これはハンデ戦なんで、ザッキアルさんが一本捉えたら負けです。一つ目に先ですね。8、おっと、ここが下がって、ディムス繋いで、投げて、投げて、じゃあ、アメリカで、グミは繋いで、ジャシー、投げやすい、ディムス、アリスが MC、おっと、クジガラス。ここが強い来て、ユズルハ投げて、ザッキーアドさんが一本目を取っていく。さあ、次は1試合目の最初ラウンド、ラウンド2、ファイト、開幕ジャンプ、投げ出し、いえ、2へ、で、グッド狙いで、西でゲージ溜めて、アドバタってしまう、西、左攻撃が展開となっている、アド戻って、下がれ、プロ勝利よ、しっかり西で押し置き、ワンプロが打った、しかし次できない、リープ奪って投げるやって、おっと、あいつここで勝利、しかし押し置き、おっと、ここに読めない思ったら、ずっとのところで反撃し返す、一射目をザッキーを下がって取っていく、敵ながら遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。やはりクロー対クロジョズは、クローはかなり結構対策いるんで難しい組み合わせなんですよね。ここも苦労しています。まずは静かだがれ、あの、え、実際問題は5分ぐらいだと思います。5分か数珠有利か、いや、わかんないですけどね。まだ余っ詰まっててない、今日ワッチョロス高いんですよ。あと反撃能力高いんで、なんか下手に技触れないんですよ、黒が。下がれ、西武下がったらやばいし、中足と大足でも確定チャンス、テクメが。そう。下がれ。不動の精度が高い。そう。そうそう、それがあるんですよ。おっと、西テクメ。じゃあ、おっと、ミュブルハニー。西でしっかり押し置き。甘いは許さない。ラウンド選手したのは、しっかりしていく。ラウンド2。ハドハド、おっと、ブロッテハドブロッテユズルハガフが遠い、ブロッ
をバトとして投げる。イブ、イズルハ投げて、イズルハ見逃さない、滑って立て、石リブスが遠い、波動エクサードを持ってタッチ、波動タッチで落として投げて、波動石ガード EXM してやられて手首つないで、しかしカス当たり安い。EXM してあとは少し遅らせないとちゃんと当たらないんでちょっと難しいですよね。あっと口ガラス、まあ、ガードなんであんまり減らない。波動波動中段プロテプロテ、あっとブロガンだ、あっともったない。ジャンディーでもいいから追撃はしたかった。あっとアウチ、めまあ、ジャックソン・ロンさんが2試合目を取り返していく、まあ、一応2試合目を最後にお願いします。投げて勝ち、投げ出し、投げてまだ画面端を維持していく、投げ出し、おっとなんか端を向かって西井デグンペ、西井デグンペ、しかしルール的には超物さんの勝ちなんで、いや2先なんで解釈必要、3試合目があります。助力遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。最初試合勝てるのか、存分に参ろう。ラウンド1ファイト。西井ハロー、ブロッテブロー、おミス、投げ足、あ、投げが遠い、リブセ投げて、リリー、リブセ、しかしあれ反撃難しい。あれ確かマイナス7フレーナードなんで、できれば後半で反撃した方がいいですね。黒は投げて、リブセ、あ、マリトルシー、しかし空中ヒットなんで追撃ができない。あのハイジャンプカウンター、ハイジャンプカウンター、プロおっと飛びが通って、石井ってグンペ空中が押されて、しかし空中ヒットなんで追撃できない。最後 MC 暴れる、ザッキーワルドさんが通っていく。はい、1周ラウンド、あどっち勝つのか。しかしゲージ状況はザキヤドさんかなり有利、これはかなり苦しいか。リリー、リブセ、リブ、コマ投げて、コマ投げて、リビン、リブ、あっといい。最後は1対10名で削って勝ったのはザキヤドさんの白ジャズ、そして中級優勝ザッキーワイさんの中継に決まりました。おめでとうございます。もう良いでしょう、互いに時間の無駄もしません。優勝コメントお願いします。失礼、まあ中級者もっと集まってほしいですねっていうぐらいの感想しかないですけど。はい、じゃあ下、じゃあ白さんとピさんやって勝った方はザッキーワイさんとやりましょう。ありがとうございました。さあじゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃあ 1P 側がイップさん、 2P 側がハクさんと。スタートしてアンにしましょう。俺に任せてもらおう。さあ今日のイップさんはこう。さあ、イップコーバーサス、白シモ。
まだまだめくりはたない。シンクリちゃんグロッカー反撃したいが届かない。ここは投げる投げるジャンプがさあ垂直飛びが通って、ロクリさあ投げ暴れを潰す。ロクリロクリ投げ抜ける。 NC はエンディと相打ち。一本取るのは一歩コーさあ力強い。さあ接触でやられる前にさあせめて殺しきりたいという新婚演算。新婚演算さあすかし投げは避けてからの B 水新婚演算。さあブロッドところを潰す。おっと出ない。これは痛いぞ新婚演算。さあ今度は新婚打たずに投げ新婚演算。さあブロッキング対処していても進行演算食らってしまってはいいがない。ピオルさあジャンディ一本取るのを拍手も。さあターン制ごとが続く最終戦。先に触ったのは下ガード投げてよし壊しコパン遠心飛び込むがジャンプに逃げる。いや屈伸込みとりあえず攻撃判定置いておく。あ台車通ります。気をつけてください。さあ NC からの仕込み新シンクロハード当たる。うまい爆してから ND 一線交差。もう一回すかしげなんか一線交差。さあどうする。こしこし様子見しっかりガードしている。さあ無理にブロールしてない。ブロってブロって当たらない。シンコで切り捨てて最後は投げ。いいさ勝ったのは白さんの下となります。おめでとうございます。ではではそのままじゃあザッキーワールドさんと白さんでやっていただきましょう。最初はグーじゃんけんポン。じゃあこれは、ザッキーワールドさんが1本取ったら勝ちとなりますので気をつけてください。遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続きます。ゲームオーバー。シモ、シロジュズ。組み合わせ的にはシモ結構有利ですが、ズズバラに1本も取られちゃいけないっていうのはかなり悔しいと思います。ようやく出ますな。なんでどっちが勝つかわからない。存分に参ろう。ズズマル側は作戦としてはラウンドを捨ててでもシニアの宮にゲージを持ち越したい。投げて投げしゲージを持ったズズマルかなり怖い。ゲージ溜めておっとプロバンタージャンビシンコタッチいくぞ投げておっと投げてレアがうまく使っていく。ジャンビシンコ進行だ君簡単なので勇気だ最後タッチ白さんが一本目を取っていく。次は最終ラウンド。でもズズマルの力はこっからです。ゲージが時の春が弱い。投げてしかし行くすりません。投げて西2D からあっと投げないで進行だ進行だおっと西ブロック一線交渉で投げてこのセットから実は変わりくらい EXM 決まるで最後一線交渉勝ったのは白さんの下。そして優勝は白さんの下に決まりました。おめでとうございます。すいません従ってもらいます。まあ、鬼に横道はありません。優勝コメントお願いします。抜いてください。まあ一歩さんが、まあ、クローで来なかったのが、まあ、一番良かった感じがします。まあシモの強さが見せられたので、まあ、良かったんじゃないですかね。遊んでいただきありがとうございました。いやいやそんなそんなはい。じゃあというわけで今日の結果は初級の優勝はメルブラッドデスクリムゾン3をいつまでも待っていますさんのクロー、中級はザキワイさんの白術、上級は白さんの下に決まりました。おめでとうございます。
わあ。はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあ本日大会締めていきたいと思います。7月16日のヤタガラスコレ大会。交流大会は毎週木曜日を20時から行っております。こちら初級が無料、中級以上は100円となっておりますので、興味ある方はぜひ参加してみてください。また7月の20、6だよね。26に最終予選、公文の欄の最終予選の方もありますので、こちらもお忘れなく。さらに、ヤタガラスの PC 版が最近発売されました。7月7日に発売されて、パッケ版と Steam でのダウンロード版両方発売されていますので、興味のある人はね、ぜひそっちもね、買ってみて遊んでみてください。なんと熱帯もあります。熱帯あります。ちゃんとあります。はい。熱帯ねえよっていう、文句は受け付けません。あります。大丈夫です。はい。熱帯あるんでしょって言われたら、あるから買えよって話なんで、はい。というわけで、よろしくお願いします。というわけで、本日の大会はここにて終了。お疲れ様でした。ありがとうございます。